はい、皆さんこんにちは。オイシックス新潟 RBXBC 監督の橋上です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。橋上さん、はいはい、久しぶりなんですが、だいぶ日焼けで。そうですね、もう本格的にイースタンリーグ始まりましたんでね、今日たまたまね、ジャイアンツ戦でしたけども雨で中止になりましたので、動画を撮らせてもらっております。はい、この撮影時点でオイシックスは3連勝中と、うん、そうですね、3連勝して通算で、5勝8敗だったのかな。なかなかね、勝てずにね、ずるずるいきそうだったんですけど、まあ天候とともにね、だいぶその特に野手の方のね、バッティングの方がだいぶ状態が上がってきたのかな。だから点が比較的取れるようになったんでね、まあもともとピッチャーはある程度ゲームを作ってる試合が多かったんで、まあそれである程度点が取れるようになったんで、ちょっと勝ちゲームも増えていましたね。はい、キャンプの時におっしゃってた、まあ、打線は結構いいんじゃないか、うん、通用すると思うっていうところがうまく組み合ってきたっていうところですか。はい、うん、そうですね、まあやっぱりどうしてもね、寒さも含めて練習環境的に用意どんでスタートした時に他のチームよりは若干ね、遅れるなっていう感じはまあ否めなかったんです。まあ実際に始まってまだまだやっぱりバットスイングが振り自体がまだ鈍いなっていう感じはちょっとあったんで、まあ本当にさっき言いましたように気候とともにね、だいぶ振れるようになってきてるんで、まあヒットも増えましたし、本当に点が取れるようになりましたね、ちょっと。はい、この3連勝も含めてこの上昇している中で、うん、中心になっている選手っていうのも教えていただいていいですか。そうね、まあまあなんつってもやっぱピッチャーがね、ある程度ゲームを作ってくれてるのが一つ大きいなと思いますね。まあもともと破った下川牧野っていう、まあ3人はね、ある程度その開幕前からね、ある程度計算立つピッチャーというふうに思ってたんですけども、まあただ6連戦が入ってくるので、どうしても先発カード3枚必要って言った時に、じゃああと3枚どうしようかっていう考えた時に、まあ、何人か、まあ、新加入の選手でちょっとチャンスを与えて、投球内容等を確認したんだけども、まあ、そのチャンスを与えた選手が意外にその内容も結果も良くてね、まあ、今後また楽しみ、さっき言った3人以外の先発ピッチャーでは楽しみかなっていう感じはします。ですから、勝ちが出た野戸、アジロ、あとは西村であるとか、まあ、この後選抜するであろう飯田だとか、田中だとか、まあ、こういったピッチャーがちょっと楽しみに今後出てくれば、選抜の駒としてはちょっと、まあ、ある程度余裕ができるかなっていう感じがしますね。今シーズンから大幅に試合数が増えて、その戦力の部分っていうのも、はい、一つ心配事項だったと思うんですけど、今のところはまあ戦力的にもファームで戦えるだけの戦力が整ってきていると。そうね、まあ、始まったばっかりなんでね、まあ、これから多分ある程度怪我人等も出るとは思うんですよね。で、まあ、まあ今日は流れてしまったんだけど、今週は一応初めての6連戦の予定だったんですよね。まあまあ今日流れたんで、今週は5連戦になりましたけど、まあ来週また6連戦が入ってますんで、まあそういったものが繰り返して、まあ収録の試合が入ってくると、やっぱりピッチャーに限らず野手の方もだいぶまあ疲労も含めてね、蓄積してくると思うんで、まあなんとかその蓄積疲労をさせないようにね、それがまあどうしても故障の原因につながってくるんでね、なんとかそのいろんな選手を使いながら、疲労を分散したいなというふうには思うんですけどね。打線も確かにこの固定というか、うん、かなり流動的なところはそういった部分もあるんですか。そうね、まあ、何人かね、メインで出てもらってる選手っていうのはいるんですけども、きっちり9人固まってるわけではなくて、まだまだそのいろんな選手に、なんていうかな、まあ、チャンスっていうのもおかしいけど、こちらがまだその全部の選手 その能力的な把握がしきれてないっていうのがあって、まあ、もう少しゲームを使わないとなかなかその選手の見極めっていうのは難しいのかなっていうふうには思いますよね。確かに今シーズンから新加入って方もかなりいますもんね。そうね、まあもともと NPB から来た選手もこの辺にここに来てやっとバットが振れるようになってきたなっていう感じはしますね。
まあ、やっぱり、彼らとしては今までどちらかというとその温暖なところでのキャンプイン、2月からのキャンプインで、まあ、体がある程度ペース的なものに慣れてた部分があると思うんですよね。でそれがやはり今年はその寒さも含めてなかなか状態が上がってこなかったんですよ。ですから教育陸上ももう一つ、シーズン始まってももう一つで、どちらかというと独立リーグでやってた選手の方が状態というか、まあ、調整が早かったという感じはあって、最初のうちはその辺の独立から来た選手の、がまあまあ中心的な打線を引っ張れる感じではいたんだけども、まあ、ここに来て高山であるとか田中、あと中山、園部、まあ、こういった NPP から来た選手がだいぶ状態が上がってきましたんで、今は彼らがその打線をちょっと引っ張ってるかなっていう感じはありますけどね。園部さん、ファーストも守られるんですね。そうね、まあユーティリティですよね。内野のユーティリティっていう感じになります。まあ本来であればどっかね固定してあげたいんですけども、まあ逆に言うとそこでしか守れないっていう、まあ守れないっていう言い方おかしいけども、そこでだったら能力が発揮できるっていうような選手が内野の場合はちょっとずつハマりつつあるのでね、まあそういった中で、まあ本来はね、彼もやっぱり二遊間っていう希望があるんですけども。まあ、チーム事情も含めて、今はちょっとファーストで起用することが多くて、ただまあファーストに回ってからそのファーストで簡単そうで意外に難しいポジションなんだよね。そんな中で非常にそのあまり慣れてないっていうファーストの割にはすごくそのなんとかいいプレーというかな、非常にその他の野手が助けられるようなファーストとしてのプレーが随所に見られてるんでね。でまたそのファーストに起用してから宇宙の状態も非常に良くなって上がってきてるので、現状はちょっとファーストで起用することがこの後も多くなるのかなって感じはしますけどね。そしてもうファンは常に気になってるんですけど、楊大観選手、はい、まあ予定ではね4月入ってからフルにというふうには思ってたんだけども、ただやっぱりどうしてもやっぱり気候的にね、もう一つ上がってこなかったんですよね。やっぱ寒さがあって、まあやはり台湾の比較的温暖なところでね、ずっとやってましたから、ちょっとその新潟に入ってきてからなんていうかなペースがちょっとダウンしたっていう感じはありますね。ですからもう少し、この間の試合やっと DH でね、4打席ほど経ちましたけども、まあ、本人と話をしながらなんだけど、もう少し暖かくなってきてから本格化するのかなっていう感じはしますよね。まあ無理させてもしょうがないんでね、はい、まあ本人はもう少し、なんだろうな、ちょっと焦りつつあるんですけどもね、でもやっぱり楊大観のスイングではまだちょっとないですね。まあ、確かに日本ハムファイターズ時代もキャンプは沖縄で、うん、実際ドームで試合もされてたと思うんで、そうね、この寒さっていうのは慣れてないかもですね。まあやっぱり NPB、 特に NPB 経験者にしてみればこの時期のこの寒さっていうのはなかなか経験がないでしょうからね、やっぱり怪我のリスクもある高まりますから、それはやっぱり慎重にはなってしまうのはしょうがないところでしょうね。他球団で面白いなって思った選手とかって、まあ、やっぱり、2軍といえどもさすがイースタンリーグだなと思うところは正直言って随所にあって、はい、もちろんピッチャーの球の速さであったりだとか、コントロールであったりとか、あとは誰っていうあれではないんですけども、やはりそのうちの特に内野手がね、やっぱりその NPB の選手の打球の速さになかなかそのついていけないというかね、どうしてもその差し込まれる場面が非常に多くて、アマチュアとか独立リーグの時やってる時はある程度守備が評価できた選手でも、そのスイングの速さだとか打球の速さで若干差し込まれてて、それがやはりちょっともともと持ってる守備能力っていうのに、まあ、限りが出てるというかエラーも非常に多くなってるんですよね。だこれもまあ、全てにそうなんだけど、やっぱスピードに対する対応力っていうのを上げてこないと、やはりバッターとしてもやっぱり相手のピッチャーのスピードであったりだとか、野手で言ったらやっぱりさっき言った相手の野手を打った打球の速さであったりとか、
まあ、そういったものはやはり今後慣れていかなきゃいけないのかなっていうふうには感じはしますよね。で、まあまだね、全チームとやったわけじゃないんですよ。ロッテと日本ハムさんとはまだやってないんで、まあオープン戦とか競技でやりましたけど、シーズン入ってからまだやってないんでね、まあ、全体的にはいけないですけども、例えば DeNA とやった時なんかは、今その1軍の方でやってるローテーションの4番目5番目6番目が追ってきた、まあ結局 DeNA の試合も1試合中止になったので2試合になったんですけども、今日先発してるジャクソンだとかね、浜口だとか、中川、こういったところはやっぱ投げてきたんですよ。で、この間のヤクルトは岡田君が放ったりだとか、田口投手がいたりだとか、今はどちらかというと、その何ていうかな、1軍の待機戦力って言われる2軍の選手が、まあ1軍の出番を待ってるとか、そんな感じでイースタンリーグの試合を使ってるような感じはあるので、もう完全なら2軍の育成をメインとした2軍の選手っていう色合いじゃない選手が結構、特にピッチャーなんか投げてきてることが多いんですよね。ですから、なかなか簡単には打てないようなピッチャーなんですけども、ただ、うちの選手にとってみればそういう選手から、まあ、打てようが打てまいが、そういうピッチャーの球を間近で見れたっていうことは、多分非常にその収穫が大きいような気がするんですよね。ですからそういったものを目の当たりにして、今後そういったものをなんとか打ち返すんだっていうところでしっかり練習してもらえるというような感じで、まあいい刺激になればなというふうに思いますよね。実際その、まあ、レベル高いところもありますが、チームは勝利していて、オイシックス自体のチームの雰囲気っていうのは今いい感じってことですかね。はい、そうですね。まあ、イースタンリーグといえども、まあ、育成選手も何人か試合出てますから、その、育成選手が例えば投げてくる場合は、やっぱりイースタンの方としても、その、ある程度目をつぶって、登板させる、まあ、教育の場としてね、試合を使うわけですから、そうなると、そういうピッチャーと対戦すると、まあ、うちのバッターでもある程度対応できるのかなっていうのは、この試合でちょっと思ったところですよね。ありがとうございます。ということで、まあ、オイシックス、他にもニュースで、ホームゲームで3000人ぐらい集客をしたという。そうですね、この間、はい、3200人ぐらいね、来ていただいて、今のところ、ホームゲーム平均してもやっぱ、まあ、目標だと1000人という数字はクリアしているようなのでね、まあまあ、まだ始まったばっかりですけどね、なんとかそのペースを最低でも維持しながら、もっともっとその楽しい野球というかな、見てて本当ワクワクする試合をたくさん、提供することによって、口コミでも構わないし、まあ中継もやってますんでね、そういったものを見ながら、ちょっと見に行こうかなっていうような思いを、持ってくださる方がね、増えてくれれば、もっともっと1000人が1500とか、その分2000人ぐらいになってくれると、まあまあ、うちらとしても非常にその、ありがたいかなというふうに思いますよね。ありがとうございました。ということで、はい、まあ、4月の今、まあ、2週目になったんですが、また改めてゴールデンウィーク前ぐらいにちょっとお話、改めてその時の状況っていうのを聞かせていただきたいなと思います。そうですね。はい。最後付け加えますけども、うちらのチームを見に来る NPB の、まあ、フロントというか、編成の人っていうのは、編成担当者っていうのが、まあ、もともと NPB にいた選手を見る係なんですよね。でスカウトっていうのが NPB を経験してない、まあ、全然、まあ、普通にアマチュアから入ってきた選手、要はシーズン終わった後ドラフトにかけなきゃいけない選手、こういった選手は、各チームのスカウトが見に来るわけですよ。ですから同じチームからスカウトと編成と両方来るような場合もあるわけなんですよね。で実際にもう編成担当の方も何人か、何球団の方からはやっぱり、見に来ていただいてますので、その今編成担当であれば元 NPB の選手ですから、そういった選手の活躍とか、まあまあ動向なんかはやっぱり調査に、をしている感じではありますよね。そういったところは昨シーズンまでなかったところってことですね。そうですね、まあ何人かはね、来てましたけども、今年の方はやはり明らかにもう、多いですよね。まあ、もちろんチームの勝利であったり選手の活躍っていうところも楽しみなんですが、元 NPB の選手であればシーズン中の移籍であったり、いろいろ今シーズン話題になると、そこも楽しめるポイントかなと思いました。
そうですね、まあ、やっぱりそうやってその NPB 元 NPB の選手がね、戻っていくという実績ができれば、まあ、今シーズンも例えばシーズン終わった後にどうしても NPB の方から戦力外というのが出ますから、まあ、そういった選手が再起を期すためにはというところで、今年ほどこちらのフロントでその調査をしていろいろ交渉するよりは選手の方から新潟の門を叩いてくれるっていうケースが増えていくのかなというふうに思うんですよね。ですからそのためにもなんとかそういう戻ったという実績をね、作れればいいなというふうに思いますよね。はい、今日はとりあえず現状まだ始まったばっかりなんですけども、我がチーム、オシックスニューダルレックスの現状、課題と、まあまあ今のところ収穫的なものをちょっとお話しさせていただきました。まあ本当にまだね、十数試合ですから、まだまだあと120試合以上残ってますんで、今後ね、どういう戦いになるかわかりませんけども、まあ初めての試みなので、どちらにしろ、本当に目新しいというかな、新鮮なことがいろいろあると思うんですよね。まあそれを、断ることに、こちらの番組でなんとか発信して皆さんに情報をお伝えできればと思いますので、どうぞ楽しみにご覧になってください。まあ、NBB のね方の話もできる範囲をしたいと思います。あの今年ちょっとそういえばこのチャンネルでは順位予想やってなかったんですよね。そうですね、はい、新聞とかその雑誌等で順位予想はお願いされて出してるんですけども、こちらの番組で出してないっていうのはちょっとあれなんですけどね。まあまあ、ちなみに両リーグの優勝予想だけは言っておきますけど、はい、パ・リーグはソフトバンクなんですよ。それは、もう開幕前に決めてたやつってことですか？もちろん開幕前。で、2位が西武だったんですよ。で、セ・リーグの優勝予想はジャイアンツで2位が DeNA なんですよ。で、まあ、まあそんな感じで、まあ、あとはいくつかあるんですけども、はい。まあまあそっちも聞きたかったですね、すいません。そうですね、いえいえ、はい、まあまあNBB の方もね今年も、多分それほどなんとかな、力の差はないですから、結構セッター特にクライマックスがある3位と4位とかね、その辺の戦いは本当最後の最後までもつれそうな気がしますんで、まあその戦いというか、その楽しみに負けないようにね、我々も頑張っていきたいというふうに思います。ですから、まあ、いろんな野球の情報をさらに発信していきますので、どうか、番組、チャンネル登録をしていただいてですね、ご覧になっていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。